ケンさん、国会議事堂へ行くバス乗り場はどこですか？ですと、3番乗り場だね。3番ね、ありがとう。お気をつけて。お、男のガキみっけ。3番乗り場のバスに乗って、国会議事堂前で降りる。あ、これだ。じゃあ出発するぞ。うん。このバスは国会議事堂止まれますか？止まらねえ。え？黙って乗ってろ。怖いよ。ママ、助けてよ。黙ってろガキ。話してよ。うるせえ。おいごらてめえ。あ？うるせえ。おいごらてめえ。あ？駅員さん。その子に手出すな。駅員がなんでここに？その子が心配で、ちゃんとバスに乗れるか見届けてたんだよ。バスの柄も違うし、運転手も態度が悪いし、なんか怪しいと思ってついてきたんだよ。余計なことしやがって。お前はここで終わりだ。エケンさん、ありがとう。もう大丈夫だよ。なんだか騒がしいな。あ、エケン、あれ、お前はいつものガキ？横山さん、あなたが犯人だったんですね。いや、何のことだ。おい、説明しろ。ボスが持ってこいって。え、何をだ。男のガキを持ってこいって。俺はそんなこと言ってないだろ。え、あそこの鍵を持ってこいって言ったのよ。警察だ、誘拐の容疑で逮捕する。すぐ。はあ、よし、帰ろっか。にぃ、駅員さん、線路に車が。え、やっちまった。お客様の車ですか？そうだよ。何があったんですか？ハンドル操作ミスったんすよ。それで線路の上を走ってきたんですか？そうっすね。帰っていいっすか？おいごらてめえ。あ？電車とぶつかってたらどうなってたと思う？知らねえや。お前はここにいねえんだぞ。電車に乗ってるお客様はどうなる？え？自分がやったことの重大さに気づけよ。え？防犯カメラを確認したら、お前がわざと侵入したのもわかんだぞ。そんな。列車運行業務妨害で逮捕だ。あ、恐ろしい雨だな。先輩、どうした？マンホールから水が溢れ出して道が川みたいになってます。マジかよ。地下が浸水したらまずいことになるぞ。え、待って、水流れてきてない？え、どうなってんだ？待って、ツイッター見て。おい、これ東京だよな。道路が川になってる。お客様、落ち着いて上の階へ避難をしてください。大丈夫なの？俺たち溺れて死んじゃうんじゃ。ご安心ください。出入り口は止水板や防水扉で浸水しないよう対策をしてきました。よくわかんないけど大丈夫なんだよね。はい、他にも地下鉄では浸水対策をしております。地下鉄は思ったより強いですから。え、ケンさんたちも気をつけてね。ありがとうございます。皆様お待たせいたしました。ゲリラ豪雨もやみ、安全が確保されました。マジよかった。やっと帰れる。笑顔よし。あれ、開かない。ちょっとすいません。このエレベーター全然来ねえな。すいません、誰か助けてください。閉じ込められちゃったよ。助けてください。ちょっと待ってろ。ちょっと駅、エレベーターに人が閉じ込められてるぞ。え？ママ、ここから出れないの？大丈夫、すぐ出してくれるから。うん。開いた。お客様大丈夫ですか？はい。怖かったよ。怖い思いをさせてしまい申し訳ありません。今後二度とないよう整備会社と共に努めてまいります。お願いします。あ、外で助けてくれた方は？なくなっちゃったね。無事でよかった。ここで台風情報です。明日の朝にかけて日本列島に直撃が見込まれます。これは大変だ。もしもし、胸を、いいか、明日は台風が直撃する。雨戸をしっかり閉めて、念のため枕元には懐中電灯を置いとくんだぞ。あ、はい。非常食も準備しとくんだぞ。わかりました。よし、じゃあ明後日また学校でな。はい。あとはあいつだ。チーズ。タクポよ、明日は台風が直撃する。身の安全を第一にな。わかってるよ。雨戸を閉めて枕元には懐中電灯を置くこと。はいはい。じゃあ気をつけるんだぞ。はい。よし、学校も最大限の対策をしておくぞ。台風情報です。昨夜大きく進路を変えたため、全国的に晴れるでしょう。くそげー。横山さん、どうしたんですか？くそげー。何があったんですか？くそげー。うるさいですよ。なんで料金が違うのよ。何の料金ですか？指定席料金が前より安くなってるのよ。ああ、今換算機ですからね。換算
機？はい、人の少ない閑散機は通常より指定席の料金が200円安いんですよ。じゃあ人が多いとどうなるのよ。繁忙期になると200円、夏休みや正月など再繁忙期は400円高くなります。そうだったのか。安く乗りたければ閑散機を狙うといいですよ。閑散機はいつまでなのよ。基本月から木の平日ですね。すげえ。ママ次？次の次だね。よーし、絶対に僕がボタンを押すぞ。ボタンを押すのはこの俺なのよ。え？バスの止まりますボタンを押すのが俺の楽しみなのよ。この子初めてのバスなんです。譲ってあげてください。諦めろ、俺と一緒になったのが不幸だったな。僕が押したい。なら俺より早く押してみろ。まあ無理だろうがな。ソウスケ頑張って。次はペイペイドーム、ペイペイドーム、降りる方はボタンを押してください。来た。わー、おりゃー、ソウスケ。ジャコメ、え、腕をつった。やったー、そがそが、また電車が止まってんのか。人身事故の影響で申し訳ありません。タクシーを出すのよ、俺は急いでるのよ。それはできかねます。お前らは謝ることしかできんのか。なんか言ってみろ。わかりました。 DJ タクポヨちゃん、カモン。電車が止まった俺知らねえ、感謝が足りない俺らにね。タクシー自腹で乗ったらいい、あたしここらで帰りたい。帰るな、お前の仕事だろ。怒るお客に謝罪だろ。タクシー無理ならクレクオカード、あたし無理言うそう、クソが。判定は3対0で駅員さん。クソが。あ、すいません、あと2時間はクレームさせてもらうのよ。やめて。よし、椅子に座れた、寝てくか。空いてないね。だな。ん？ん？あれ、この子もしかしてお腹に赤ちゃんが？ねえねえ、名前どうする？あー、ゼニスケとかは。アリよりのアリ。それか亀次郎。ダサ。やっぱりか、子供の名前を考えてるのね。あ、やっぱ亀男は？あ、いいんじゃね。どんな名前だよ。あ、席譲ってやるか。お姉ちゃん。は？席座れよ。いいの？お腹の赤ちゃん大事にな。は？何言ってんの？え？私イカ水だから、ご飯食べたらお腹出ちゃうの。え？だって子供の名前も。あ、それポケモンの名前ね。ゼニガメに名前つけようと思って。クソが！ちょっとこの先は厳しそうだな。ですよね。車内アナウンス入れときます。頼んだ。お客様へご案内いたします。本日台風の影響で非常に強い雨が降っております。そのためこの先の静岡駅で緊急停車させていただきます。え、この雨だもんね。クソが、俺は急いでんのよ。運転手さん、今日は動けそうにないですよね。厳しいな。乗客を近くのホテルに案内できねえか。先ほど連絡したんですが、どこも満席で。仕方ない、車内に泊まってもらおう。はい。ということで皆様、新幹線で朝まで過ごしていただいてもよろしいでしょうか。舐めてんのか、こんな椅子で寝れるわけないのよ。やったー、新幹線に泊まれるの。ソウスケ静かにね。腹減ったなぁ。ママご飯は？お家着くまで我慢しなさい。喉も渇いたよ。お客様、よければお茶と弁当を。ありがとうございます。やったー、早くくれ。どうぞどうぞ。うめぇ。おいしいね。うめぇ。すいません、どうされましたか？10分の遅延証ください。どうぞ。ありがとうございます。すいません、遅れました。あ、待ってたよ。たくあん高校の子？はい、すいません。これ、回答用紙になります。あれ、メトロ高校の皆さんは？あー、保健室で寝てるんじゃない？皆さん、体調悪いんですか？いや、昼寝してんだよ。ここ、保育園なんですか？漢検の会場だから初めて来ましたけど。変わってますね。それじゃあ、試験を始めます。ちょ、何の音ですか？あー、校長室でサバゲーやってんだよ。どこで何やってんすか？よく校長怒んないですね。じゃあ、あの時計で30分まででお願いします。市民プールのタイマー、あれでどうやって時間見るんですか？じゃあ時間になったら呼びに来ます。サバゲー行ったな。ねえねえ、TikTok で LINE の共有開いて3番目って誰？え、何それ？3番目の人があなたを好きなんだって。なんかドキドキするね。くだらねえ、誰がそんなの信じんだよ。いいからタクコちゃんやってみよう。うん、共有開いて3番目ね。胸尾だ。わ、胸尾タクコちゃんのこと好きなんだ。好きじゃねえよ。わかりやすすぎんだろ。じゃあ私も見てみる。どうせ五十嵐くんでしょ。共有開いて1、2、3。
え誰バラッチ。え、キモー。なんで先行のライン持ってんだよ。はい、席につけよー。ねえ、バラッチ、私のこと好きなの？なんだいきなり。そんなわけないだろ。まあそうだよね。いや、まあ生徒としては好きだけどな。え、キモー。かわいそ。チース。遅延症ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。船を走れ。うおー、石川俺にくれ。はい、ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ、終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。おい、待って待って待って、どうしたらいいの。はい、ギャル強よ。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。西川、榊原が寝てるぞ。3問目の答えわかる？俺もわかんねえ。使えねえな。おはぽよ。あ、タクぽよちゃん、机にテスト置いてあるよ。あざぽよ。胸よ、タクぽよちゃんに見せてもらおう。え、なんで？中学では学年トップ、漢検英検にも1級に合格した超エリートなんだぞ。そうなの？タクぽよちゃん、お願い。じゃあテスト返していくぞ。胸よ、西川。はい。お前ら何やっとんだ。2人とも0点だ。あ、ごめん、みんなに見せたの五十嵐のだった。ギャル怖。ギャル山駅はどこですか？え、ギャル山駅へ行くんですか？生徒の家庭訪問にな。あ、お気をつけて。おう、お前ら早く案内してくれ。はい。なんで俺たちも行くんだよ。ここがタクぽよちゃんの家です。ほぼ鬼ヶ島じゃねえか。よし、じゃあ行くぞ。よく普通に行けるな。チーズ。おう、家庭訪問に来たぞ。お母さんは？あ、マミー。チーズ。いつも娘がお世話になってまーす。癖ありすぎるだろ。こちらこそです。あ、あとうちのペットも見てって。ん？じゃーん、かわいいでしょ。駅員さん、どうしたんだい。寝坊して学校に遅れそうなんです。たく、しょうがねえな。さすが駅員さん。特別に遅延症やるよ。ありがとうございます。ちょっと転校生が遅れてるみたいだな。調子こいてたら俺が潰すわ。どんな人だろう。遅れました。いてててて。てあ、ノブくん待ってたよ。あ、遅延症なくしちゃった。まあいいよ、じゃあ自己紹介を。はじめまして、ノブノブタです。なんか見たことある。てめえ制服はどうしたんだよ。ああ、急いできたから忘れちゃったんだよ。舐めてんのガオガ。やめてよ。ちょっと来い。やだよ。やめたれよ、お前も制服着てねえようなもんだろ。し、しずかちゃん。ちげえよ。カニ持ちは最高なのよ。ソスケ大丈夫だよ。グリーン車に乗れる俺様は勝ち組なのよ。どけ。ちょっと何するんですか。一般庶民はどいてろ、俺は社長なのよ。子供に手を出すなんて最低ですよ。黙れ、金が欲しければくれてやるよ。おいごろてめえ。欲ばかりに目がくらんで大事なものを忘れちゃいねえか。俺は偉くて金持ちだ、それさえあれば十分なのよ。そんなもん死んだら全部なくなんだろ。え、周りに仲間がいなくなって自分に何も残んねえぞ。うるせえ。最初に持ってたものは何ですか。あー、家族に楽をさせてあげたい。今の姿を見たら多分悲しみますよ。クソが。ソースケ、じゃあグランクラス行こっか。やったー。クソが、クソが。ジョー、俺が見つけたのよ。私が先よ。いい大人がみっともないのよ。それはあんたも同じでしょう。クソが。そこの席、私たちの指定席なんですけど。11番のデータ A は僕とママのだ。じゃあその切符よこしなさい。俺にもよこせ。むちゃくちゃじゃないですか。よこすのよ、早くしろ。おいごらてめえ。横山さん、橋爪さん、あなた方はブラックリストに入っています。これ以上迷惑をかけるなら鉄道の利用を禁止しますよ。それでもいいんですか。すぐ車掌さん。はい。3号車にうるさい人がいるの。規制を上げてるんです。え、すぐに対応します。ギャー。え、ギャー。ちょっとお客様、何ですの。周りに迷惑ですので車内は静かにしてください。そんなの無理ですよ。どうしてですか。ジェットコースターも声出しますよね。はい。ジェットコースターより速いのに声出さずにいられます。何言ってんだよ、新幹線はアトラクションじゃないんですよ。ビッグサンダーマウンテンの
続きじゃないんですか？そんなわけねえだろ。もう静かにできないなら降りてもらいますよ。また並び直すんですか？もう乗んな。ちょっと横山さん、強行突破だ。ちょ、正常者ですよ。今日だけは許せ。許すか。やばい、フライトに間に合わないのよ。なんだあいつ。草、絶対に乗り遅れてなるものか。お客様お待ちください。え、おりゃ、このまま行くのよ。横山さん、不正乗車で3倍運賃いただきますよ。すげー、みんなひどいよ。僕だけ置いてって。どうかしたの？あ、駅員さん、僕は誰からも好かれていないんだ。ずっと一人ぼっちなんだ。失望してるね。僕が3時間遅刻しただけで修学旅行に置いてかれたんだ。そりゃ置いてかれるわ。どうしたらいいですか？まったく、俺に任せろ。え？のぶたのやつかわいそうだな。さすがに3時間の遅刻はな。え？何？あれ見てみろよ。うわー！いい風だな。どういう状況だよ。目指すは沖縄だ。沖縄まであと10時間。無謀すぎんだろ。飛ばすぞ。いけいけ。先生に言う？そっとしとこ。俺のスーツが汚れたのよ。あ、すみません。ガキを連れて歩くな。すいません。周りの人に子供の靴が当たらないようにと思って脱がしたのに。もうすぐ来るよ。エレベーターまだかな。どきなさいよ。え？私が先に並んでたのに。何ぼっとしてるのよ。待ってやってるんだから早く入りなさいよ。あ、すいません。待ってくれてありがとう。でしょ。あ、ありがとうございます。これだから最近の若い母親は子供が心配だわ。おいごらてめえ。ベビーカーを押してる方がどれだけ気を使ってるかお分かりですか？知らないわよ。車内では周りの方に迷惑にならないように子供の靴を脱がし、ベビーカーを畳み、エレベーターでは邪魔にならないように気を使ってるんです。そうなんだね。もう少し思いやる気持ちを持ってくださいね。はい。